ニコロ・アマティ・コントラバス・ニコロ・アマティは17世紀イタリアのバイオリン製作者である。祖父はクレモナの弦楽器製作の始祖的役割を果たしたアンドレア・アマティ、父はジローラモ・アマティである。アマティ家はバイオリン製作を家業とする以前は地方の豪族であった。アンドレア・アマティがバイオリン型弦楽器を設計したレオナルド・ダ・ヴィンチに 近い木工細工職人から技術を習得したと言われる。アマティ一族の中で著名な弦楽器製作家として、ニコロの息子のクレモナのジローラモヒエルニムスアマティや、ボローニャのボクシドンニコロアマティラがいる。ニコロはバイオリン製作を行ったアマティ一族の中でも最も優秀な作家とされる。彼の楽器は状態よく保存されていた19世紀までは、アントニオストラディバリア、 ジュゼッペ・デルジェスの楽器と並んで演奏家や収集家に愛されていた。もともとボディ長 350mm ほどの小さめの楽器を制作したが、後年 353mm 程度と、それまでより若干大きい楽器も制作しており、これはグランドアマティとして特に希少でかつ評価が高い。弟子としてアントニオ・ストラディバリやア,アンドレアグ・グアルネリ、 ピアノフォルテを開発したバルトロメオ・クリストフォリ、パオロ・グランチーノ、アレッサンド・ロ・ガリアーノ、フランチェスコ・ル・ジェッリほか、数多くの名校がいる。ありがとうございます。